アグドはフランス奥下にー地域圏エロー圏のコミューン。アグドは時に地中海の黒真珠と呼ばれる。これはコミューン内の建物が長い間玄武岩で作られてきたことに由来する。アグドはリオン湾の付け根に位置する。エロー川の河口はコミューンの南西にある。東は自然保護区でもあるバーニャ方、南は地中海に接する。 コミューンは総じて平坦で大半の標高は10メートル以下である。かつて火山であった三流山とその周辺の丘陵が標高100メートルを超える。この地理的状況からエロー川の氾濫や海水の浸水でアグドは洪水の危険性が高い。特にエロー川砂岩は3キロメートルから4キロメートルにわたって水浸しになる。 オクドとはギリシャ植民地時代の名前、ガンマアルファシータカイイタ、またはガンマアルファシータパイラムダイオタ、アコットポリス、良い都市。ストラボンとプリニウスが記述から派生した。オック語では同じ綴りで、アットと発音する。アックド最初の定住者は、リグリア人とイベリア人であった。その後ケルト人が定住した。紀元前7世紀には、マッシリアから、 ポカヤ人が頻繁にアグド周辺を訪れた。アグドはマッシリアの植民地となった。ギリシャ人は穀物、羊毛、そして奴隷を売買していた。彼らはオリーブの精油方法とワイン生産をこの地に紹介した。また、地中海沿岸の沿湖周辺で生演も行っていた。475年頃。 アグドを含むセプティマニア全体がすでにヒスパニアに定住していた西ゴート族に征服された。西ゴート時代は7世紀にイスラム教徒が来襲するまで続いた。この時代にアグドには司教座が設置されフランス革命で廃止されるまで約1400年間存続した。506年アラリック2世時代にアグド教会会議が開かれた。 725年に、サラセン人がアグドを征服したが、737年に、カール大帝が奪還した。859年、なんとからやってきた、ハスティング率いるバイキングがアグドを略奪し、彼らは、その後カマルグで冬を越した。20世紀初頭のアグドの川港収容所跡地に建てられた、記念日ユグノー戦争中の1562年、アグドはユグノー軍に占領された。 1630年、最小リシュ流は、ラングドック沿岸のキャブダグドに大規模な港を建設するよう命じた。1632年には、アグド沖合のブレスク島での不当工事が着工した。しかし1642年に最小が指揮をしたことで、工事は中止しブレスク島の不当は1、3が完成した状態で打ち捨てられた。1675年、 ベジェトー島湖間のミディウンガでの戦場輸送が始まった。19世紀半ば以降、鉄道がアグドにやってきたことで、アグド3ワインの売買が盛んになった。一方で、鉄道の到来は、アグドの川港の衰退を招いた。スペイン内戦末期の1939年、アグドにスペイン共和派を抑留するための収容所が設置された。小さなブースに分かれた。 アグド収容所は2万人を収容する予定であったが、実際は2万4千人以上が収容されるという状況であった。1940年末には、ビシー政府が30カ国、6千人ものフランス在住外国人をこの収容所へ移送した。このうち1000人以上が外国籍のユダヤ人たちであった。1943年秋に収容所は廃止され、 1944年8月に解体された。1942年11月、フランス自由地域へ侵攻したドイツ軍がアグドを占領した。海上からの連合国上陸を防ぐため、ドイツ軍はアグドの海岸戦争に文化を設置した。夏のリゾート地、キャプダグドやマリーナを持つアグドは観光業、商業が盛んである。 かつては、どう栽培と漁業が経済の中心であった。ありがとうございます。